こんばんは、うどんです。今日も信長の野望大使 PK、足利義明編続きやっていきましょうか。前回は讃岐を制した足利将軍家なんですけど、結局長宗我部が残り1条まで追い詰められてしまって、でこの1条を吸収するなら吸収するで、せめて1年守ってから吸収しましょうということで、長宗我部防衛戦ですね、白地城の長宗我部防衛戦で、今ノッブが6000の兵で襲来中。35日内にここに兵を置くとして、白地城、あれ9500対1500、ああいやでもノッブの兵がノッブの兵が6000なんで、この上で9000で待機しましょうか。この準拳所か、この準拳所がいらんことしてますね。天霧城の兵で、準拳所壊しましょう。この準拳所、壊して、かつ9500飛び出る前に、ね、飛び出るでしょうね、これ。残り1条になるとなんか飛び出ますよね。まあ、これで数で勝てるはず。9800対6000。大丈夫だよね。ちょっと心配だな。若干心配だな。ちょっと部隊数増やしておきましょうか。負けるとは思わないんだけど、あ、カウンターするか。いやー、ちょっと厳しいか、これ。もうすでに結構兵いますね。桑野を落とすことですね。桑野を落としましょう。桑野を落として、分かった。まず後藤又兵衛が白地城を守る。で、足利、そう、城の上で永遠ループパターンありましたね。で、桑野を落として分断する。戦場条件8400対8400、こっち出していいのかな、何なのか若干心配ですが、まあ出してみましょう。明石、安兵衛、長政残し、長政とママを残す、栗山井上、浮田秀家、小西、一色藤長で、戦場上限的に14000持っていきましょう。14000持ってって、足利騎馬隊、小西行長鉄砲隊、8400対8400、集結地点は松髄城。これで、桑野を落として四国を孤立させましょう。あれ、あ、いやーん、嘘、マジ、あ、お米そもそも全然ないし、マジか、なしその話なし。ご命令を。今米入ったけど、四国戦結構カツカツですね、これ。カツカツ四国戦をやらないといけない。もう一回で、結構兵ギリギリでいきましょう。結構兵ギリギリでカツカツの四国戦をやりましょう。まあ1万、勝った後の城攻めも考えないといけないんで、1万ぐらいでいって、うん、これで我に続け。で、これモテマジョの迎撃部隊か。まあ、岡利勝が準拳場壊し中、
松らが滅ぶ。待機する。あ、うっそ、前に出てる。積極、積極的だな。そして3300対4300、せめてこの準権所壊れるの待ってほしかったな。積極的。いやー、まあそらそうなりますよね。まあでもこっちで、そのためこっちは、あこれより表情、さらに登場、さらに出撃、もうめちゃくちゃや。どれだけ、これにて表情、どれだけ兵を減らすつもりなんだ、白地城の。白地城の兵が失敗してる。で、準権所すべて壊したから撤収します。まあ、これで、あと、国衆やっとこうか。俺に背くことは許さん。手段は選ばぬ、勝つためならな。で、これ、ま、一歩前に出てきてるな。ああ、まあいいけど、まあいいけど、うん。これは余裕。天下を滑るまで勝ち続けるのみ。あら、織田家が一人下る。ありがたく。で、又兵衛退却したら滝野が出てくるんちゃうか。手を打ちましょう。2800対5800、話にならない。この準権所か、この準権所壊していきましょう。進め。ん、大丈夫か、これこれは途中で食らいそうな気がしますね。あー、どうすっかな。5200対5200をやった方がマシか。5200対5200をやる。手を打ちましょう。出陣する。待機する。まず1戦目。まあ軍技力あんまりないからこっちで、軍技力があまりないんでこっちで待ち受けましょう。ボンバイエ、沼、沼、イエイト。大将亀田、磯野がすごい。全く大したことない全く大したことない兵ですね。いやー、鹿之助ね、後に織田家に見捨てられるのにね、織田家に見捨てられる運命なのに。よし、鉄砲でバンバン撃っておびき寄せてやりましょう。さあ、ポインターは浮田秀家からの小西。おお、詰まってる詰まってる。掴みましたぞ。やりたい。前へ。名は始めよう。さあ、悲嘆の上で呼び寄せましょう。ご命令を覚悟せよ。覚悟せよ。敵の居所掴みました。まず一つ。やりたい。前へ。ゲチよ。で、下がる。始めるぞ。覚悟せよ。下がる。始めるぞ。下がる。叩き潰せ。やりたい。前へ。あ、弾き出されちゃった。ご命令くだされ。将軍様、下がってましょう。始めるぞ。ゲチよ。始めよ。臨戦。愚か者には死あるのみ。やりたい。臨戦。
小物か。小物が引っかかったんですけど、まあ潰しておきましょう。黒だ。大将は来ませんね。あ、これはありがたい。あ、回避持ちか、磯野。生意気ちゃん。これは調理をするか、端っこなのがちょっとあれなんですけど。お、お、がっぽり入りましたね。修羅となりて、敵を焼き尽くさぬ。これは全滅させるつもりでいるか。これほどと向こうのろしなしの、のろしなしの大軍なんで潰したいな。これほどと攻めるぞ。月始めるぞ。誰も踏まない。なんじゃこれ。誰も踏んでくれねえし。始めるぞ。ご命令よ。始めるぞ。切り込め。この攻め。かわしてみせよ。もう一回調理を。修羅となりて敵を焼き尽くす。これほどとは。一部隊か。まあいいや。愚か者には。一式藤田が前進。いつかも前進。敵の居所掴みましたぞ。で、沼に落ちてるこの部隊をガンガン潰しましょう。前へ。ご命令を覚悟せよ。下がっていく。覚悟せよ。やりたい。前へ。奇跡崩しか。やりたい。前へ。調理はね、範囲が広くて使いやすいですね。まあただあの決定的にどうこうする技ではないんで、味方の攻撃アップ、敵の防御力ダウン、戦況を逆転するような技ではないですね。ご命令を始めるぞ。地味に便利ですけど。情けは無用。やりたい前へ。さ、こっちから下地右翼が完全に突破ですね。始めよう。一筋縄ではいかねえか。右翼が完全に突破したんで、このままガンガンいきましょう。将軍様がちょっとね、怠慢状態ですね、敵の大将と。長領でどうにかしましょう。始めよう。ご命令ください。こう、全部情けは敵味方全部。これほどと。そう、1本なんでね。まあ、あのプラス20、プラス 20?プラス20、マイナス20かな。我らが破れる。やりたい前へ。そうそう、共有がね、やはりね、コスト1の差だったらそれ共有選ぶよって感じなんですけど。今は引くぞ。月、覚悟せよ。ご命令よ。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。よしよし、これで、敵の部隊壊滅する。やりたい前へ。これが知恵と力と勇気っすよ。知恵と力と勇気の光引き量ですよ。それが乱世よ。で、桑名を取りに行く。くだらない。かたじけない。ピロリもしないですね。どうすっかな。で、マタベがここに来た。出ないか。ダメですね。来ないですね。来ないな。となるとやっぱりちょっと迂回して準権所壊しに行きましょう。出陣する。どっかで遭遇するかもしれない。天も人も俺に背くことは許さぬ。あれ、あら、あれ、あら、ん ?2800?8200?8200?8200 か。行くぞ。8200は阻止したいね。これ阻止したいな。なんか戦うことになってるんで阻止しましょう。進め。妨害しよう。
74か、ちょっと厳しいかな。いや、まあ交渉が出ることに期待。74、これはまた米隊に、桑野に向かってる。6900で、それを渡米が襲いかかる。奥に奥に入って高層城まで行ってしまった。全部合流する前に叩けると最高なんですけど、そうもいかない。なんだこれ。わからない。連戦かなこれ。連戦かな。わけわかんないことになってる。まあでもやりましょう、やりましょう。やって勝てればラッキーだし、まあ勝てなくても敵に損害を与えられる。承知いたしました。は、承知いたしました。かしこまりました。いやー、中入りですね。これは強引、まさに強引。まず1戦目、4600か6500か、どっちか。6500先。大将直撃で倒したい。あ、鉄砲隊がいないのかこれ。でも魚ではいる。爆弾沼&終わり。もう一つ爆弾左端に引っ掛ける柵。これで鉄砲か、鉄砲ずらりですね。しかも大将が前に出てこない系。我に続け。若干しんどい戦ですね。覚悟しろ。負ける、まあ負けるとは思わないんですけど、浮田がいるんで。ご命令を。月。ただ被害なしでってわけにはいかんでしょうねこれ。月。踏みなよ。いいから踏みなよ。いいよ、踏んでいいんだよ。のろしはないですね。ちょっとちなみに行ってくるか。始めるぞ。ご命令を。敵の居所知れましたな。ゲチ、始めるぞ。これほどとは我らの勝ち。大将来ないかな。かかあ、いや、これだ大将。デジ、覚悟せよ。かかれ。あれ、あ、動いてないこれ。大将動いてない系かこれ。デジ、覚悟せよ。しょうがないか。覚悟しろ。しょうがない。守りが甘いぞ。かかれ、かかれ。だからノックバックで下がっていく。びっくりして下がっていった。かかれ。大将どこだ、まだ見えんのか。攻め立てよ。自ら攻撃に入ってきて、おい、自ら。その首、今回下がらない。手でいただくとしよう。ゲチ、始めるぞ。3方向から攻撃。始めるぞ。やりたい。おい、あー、ダメですねこれ。大将出てこないや、完全に。大将出てこないな。これは、あー、沼が起動してしまったけど、まあ2部隊落ちたのはよしとしましょうか。もう一人浮田忠家がいると思ったら浅野長政だった。非常によく似ている。よく似てますね。遠目に区別がつきにくいっていうね。切り込め。ちょっとね、まあこれ確かに魚で待ってもしょうがないから、奮闘ぐらいしかやることないよこれ。やりたい。あ、
浅尾長政の方がちょっとキリッとしてる顔してる。仕方ねえ、一旦引くか。月月覚悟せよ。我が刃望むは貴様か。まあ鉄砲に来てもらって。う、知れました。ご命令を始めるぞ。覚悟せよ。月よ、こう一旦引くぞ。全滅はさせるんですが、忍とも勘ともですね。始めるぞ。その攻め、かわしてみせよ。やりたい。前へ。とりあえず全滅させて、もう一つこれだと被害がそこそこ出たんで、もう一つ全滅ってわけにいかんでしょうね。やりたい。前へ。もう一つを全滅させれば酵素城がピロリするんですけど、さすがに厳しいか。天下を滑るまで残り3000、勝ち続けるのみよ。残り3000。いやー、3000対6400か。一応魚手があるから、やってみるか。やってみるか。元山と久保川、須崎、いや、手を打ちましょう。あ、もうこれ入っちゃってんな。もう入っちゃってますね。今すぐ解散するか。国衆で3割増えて4000ですね。4000対6000。いや、これくらい、これくらい勝ちましょう。あの、織田を相手にしてるんで、これくらいのギャンブル勝たないと。一つ帰りましたね。ただもう一部隊。4000対5000の5部隊対7、5部隊7、まだ目がありますね。鹿之助、五右衛門、爆弾、沼、爆弾、沼、イエイ。いやー、これちょっとね、苦難与えたりましょう。苦難与えたる方向で行くぞ。下がって覚悟せよ。覚悟しろ。鹿之助の戦法が七なんですよね。これ、あの、攻撃と防御と速度が上がる、劣勢ほど強化されるっていうね。ゲージが溜まったら始めるぞ。覚悟せよ。大将、これおそらくゲチ、雨が降ったら見に行きましょう。ゲチ、始めるぞ。よし、雨だ。命令を始めるぞ。これほど空爆発、敵の居所、大将発見。始めるぞ。でもここで魚でしても、大将に下がってんの、あいつ。始めるぞ。一回魚でして逃げましょう。始めるぞ。手加減なしだ。攻めるぞ。ご命令を。いや、やっぱりね、知名度大事ですよ、知名度。あの、江戸時代とかに、あの、軍旗門ですごいもてやされたとか、そういうのはね、やっぱりあっていいと思う。まあ、当時の毛利家にとっては脅威だったでしょうし、動かないね。ゲージ止まったな。これを沼に落とすか、とりあえず、片方起動させるか。ご命令を。
始めるぞ。敵の居所知れましたか。あ、間違えた、大将だこれ。始めるぞ。一部隊とりあえず沼に落として、その首もらい受け。大将来ませんねこれ。覚悟せよ。敵の居所知れましたな。攻めよ。これほどとはご命令を。始めるぞ。まあ言うて、まあそんな結出した名将とかそういうわけではないんで、能力的に。攻めよ。さあガンガン削って、かかれ、切り込め。あー、沼に落ちてんなら行けばよかったな。来る、来ちゃう。う、知れました。作詞、生意気、生意気作詞、命令不可。月始めるぞ。こっちに呼んで沼に落とすか。いや、回避持ちか。いや、回避持ちでも構わんわ。沼に落とそう。そうそう、あくまで VU60、統率90、あ、VU90、統率60みたいな武将ですからね。切り込め。敵の居所。作詞連打しますね。切り込め。よし、兵数は逆転した。ご命令を。覚悟せよ。兵数は逆転したんで。ご命令。やりたい。前へ。沼に全然落ちませんが。次は石川五右衛門。あれ、強撃になってない。覚悟せよ。ゲチ、覚悟しろ。いか、大将沼に落としたい。大将沼に落としたい。命令を。覚悟せよ。やりたい。前へ。よし、まだ良い。望むは。大将沼に落として、ここで蹴りをつけましょう。始めるぞ。そう、やりたい。前へ。そう、そのままオライ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 、七難八苦。まさにここ、まさにここですね。ここしかないっていう気に使いやがった。力負けするとはね。よし、さあ今線削れるかどうか。ここで線削れるかどうかですね。吸収。我らが意地、見せてくれようぞ。やりたい。前へ。やりたい。あ、ガンガン来ますが。覚悟せよ。魚で逃がさない。我が部、トクトミよ。敵の居所、知れました。さあ、ぎゅうぎゅう詰めに。今は。マサベ行くの確かに怖い。怖いが、だがここで行くのがマタベ。よしよしよし。立原さんが逆に能力的には山中鹿のスケール上ですよね、ゲーム的には。統率と千代は竹中さんの上なんで、いや立原さんの上なんで。立ち止まれぬ。そういう意味ではね、そういう意味では立原さん優遇されてると思う、ゲーム的に。グラフィックが渋いところがね、いやグラフィックが地味なところが、まあそこら辺が知名度の差かなっていう。これいけるんちゃうか。よし、この部では我らは止められぬ。よしよしよし、落としたけど、落としたけど、桑の76日。あ、これ落ちますね。こっちの方が先に落とせるわ。54日、いける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 。で、この河野軍が大森城行ってますね。河野はいいですね。河野と仲良くしたいですね。で、入城して騎乗するか、部分入城。村上元義。うん、村上元義入れて、ほら、太平洋に。立原さんね、いつの間にか、確かにいつの間にかって言われると、あれなんですけど、想像ぐらいの時ぐらいからそこそこ強いイメージがあるな。想像ぐらいで能力値の評価って結構、想像で結構能力値の評価ってなんかいろいろ動いた気がする。まあ大して言うとね、野見さんがすごいパワーアップしたりとかありましたけど、
よし、これで元山城をむしろ落としたいんだけど、そごう城の兵が帰ったらそごう天霧で元山行くか。大地だとね、ほんと野見さんが強くなりましたよね。信忠と剣女、信忠勝つ。これ剣女滅ぶか、剣女さよならか。さあ元山城に行きましょう。元山城に手近な讃岐の兵を。そうね、あの知略と知望が分かれたのがね、いや、あ、なんだろう、なんと言えばいいんだろうね大使のなんだろう、あの知略が防御力っていうのがね、よしあしですよね。よしあしだと思う。僕全然あのシステム的にはありだと思うんですけど、あの指揮、一番大事な指揮は指揮と機動力はやっぱり統率力だし、まあ部隊の防御力、部隊の防御力のパラメータがあるのはいいと思うんだけど、問題はなんかその知略という言葉に引っ張られちゃうことですかね。知略という言葉に引っ張られて、知略が高いやつが防御力高い、うーんみたいな。後に続け。だから僕はあのなんだっけ、知略じゃなくてなんだろうね、采配、采配違うな、うーん、なんか戦術、もうちょっと戦術的な言葉にした方が良かったんじゃないかと思うんですけど。おお、河野が勝ったか。なんかこれ軍略かな、軍略、軍略、軍略っていう言葉だったら、まあイコール防御力でもそんなに違和感ないなっていう。あとその他のことにあんまり使わなくても。ご命令を。そうそう、あの結局その柴田勝家が知略高いとかそんな感じになってるのがやっぱりイメージとちょっとね。はっ、かしこまった、かしこまった。河野やりましたが、千原さん能力者コロ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 変わってますね。でやっぱり一部隊来てるけど、なんだこれ。あ、包囲網か、包囲網が発動してるんで、もうあっちこっちにバン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 攻めまくってんのか。これはラッキーか、逆に、逆にラッキーか。高祖城に村上が入った結果、引けたが誰も入ってないんで、引けたに、引けたに苦しま、あの統率が、あのなんだっけ、指揮になってるんですよね、指揮と機動力で。このゲームだったら、あの指揮すごい重要なんで、まあ確かに統率の意味ってすごいあるんですよね。まあその指揮と部隊の防御力を分けた、さらに分けた、さらに分けちゃったんですよね。漁村、あー、小水城はガチガチにしたいな、ガチガチにしたいな。そう、移動速度すごいですからね、移動速度めっちゃ大事なんで。順剣、ボールイ、漁村、かしこまりました、撤去。ここを順剣所にして、あー漁村作れんのか。うわー、漁村天国やな。でもしばらくは順剣所で我慢して。承知いたしました。で、高祖城が、そう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 、移動速度めっちゃ大事ですからね、このゲーム。何気に。めっちゃ、はい、めっちゃ大事。将軍様はね、お魚を所望されておりますよ。ボールイー、茶屋。はっ。かしこまった。これで、わっけわかんない状況なんですけど、なんとか桑野を落としたい。将軍のところに来てるのは、1600なんですよ。謎の1600部隊。で、三好正勝がぶつかろうとしてるっていう300の。もう、ほんとわけわかんない。包囲網中ってこうなりますよね。こんなぐっちゃぐちゃになりますよね。お、さすが、キッカーが負けた後、小早川がね、取り返すっていうね。よしよし。じゃあ、行きましょうか。包囲網の各地ね、東の方は、おー、
まさに決戦直前、戦直前、勝つよりは勝つ、勝つよりは木曽福島を取り返す。だが徳川軍が神原に接近中で、織田信忠は小山御坊本願寺を滅ぼし中で、吉川、お、さすが小早川偉い、上杉城を取り返す。でこっちがもう訳がわからない状況。あー、58日、ここはちょっと無理かな。いやまあいい、いいおとりになったと思うか。いやでも来てんの5300か。お、頑張れ頑張れ、そごう頼む、そごう頼む。奥村助右衛門、そごうがそこをぶつかれば、手段は選ばぬ、勝つために。蜂須賀家政、蜂須賀家政、いやー泡を取ると蜂須賀がついてくる。片付けない。で将軍様一回帰るか。さすがにこの兵では手を打ちましょう。これとこれがぶつかってくれれば元山城ごっつあんですね。さすがに兵が少なすぎる。あーダメか、抜けたか。あー抜けちゃった。つるんつるん。本田正純がそうとですね、トゥルンと言ってしまった。来ちゃうな。5300対5400とか。ちょ、いやー、ちょっと無理かな、ちょっと無理かな。お、小早川勝つ、小早川偉い。任せる。ダメか。まあいいや。ちょっとしたギャンブルでした。これより表情を始める。あ、黒走破。よし、じゃあ改めて部隊編成して、改めて部隊編成して土佐の攻略に行きましょう。これにて表情を終える。アクロ走破欲しかったんですけど、兵坦がダメか。市長心得、あ、都市空権取れる、嬉しい。エリゼにも取れる、よしよしよし、美味しいもの2つ取った。勘兵衛ね、この世界戦だとね、足悪くしてないっすよ、きっと。片付けない、ご命令を。ん何これ、高層城の上を通過しようってか、通過しようってか。で、桑野を落としたんで、桑野に、桑野は、花房とかでいっか。北条が大きくならなかったの、見たことないレベルだな。そごうもどうやら、だいぶやばいですね。上杉が北条に、うわぁ、ほんとだ。ありゃあ、上杉わりかしあの西の方頑張ってるなと思ったら、お尻の方食い破られてましたね。いやー、シリーズ最強北条、さすがや。よいしょ、承知いたしました。はっ。まあでもなんだろう、たまにさこれさ、シリーズ最強の北条なのさ、あの公園の悲劇だみたいな話がありますけど、でもそれ言うなら山名がめっちゃ悲劇されてるじゃないですか。シリーズ最強の山名なんだから、公園が山名悲劇かって言われたらそんなことないんで、そんなわけはないんで。まあなんだろう、システムと仕様と国の評価がうまく噛み合ったって感じでしょうね。かしこまりました。噛み合わせの良さだろうなと思います、本当。で、そうですね、そごうが案外従属するかもしれないですね。そうそうそう、北条はね、おやつで太ってっちゃいますしね。で、改めて兵を編成して、
お工場を取りに行きたいな。お工場を取りに行こう。光栄が相模から相模にある説あったら、軍友伝の頃とかからきっと強かったっすよ。軍友伝の頃からね、結構雑魚でしたからね。軍友伝の頃って北条氏康と北条綱重以外本当に良かったですからね。まあ想像になって人工芸になって、人工芸になったことプラス、まあ北条の武将の再評価、そこら辺ですかね。後藤又部、まあでもね、好き好みってね、なんだろう、公言しちゃうと逆に強くできないだろうなっていう。ほら、なんだっけ、想像の時のプロデューサーの小笠原プロデューサーって、あの武田好きって自分で公言してたじゃないですか。まあだから、あの別に武田に贔屓してるってわけじゃなくて、武田普通に想像で、人工芸での武田つらかったですしね。沖田はやめよう。来島鉄砲隊にするか。そうそう、いや何度も言いますけど、少なくとも戦国時代のラスボスは豊臣な、あの北条なんで、まあ北条は強くていいんじゃないかなって思う。資料が揃いすぎ、確かに。よし、行こうか。16,500、この兵で土佐を進め、土佐をどうにかしよう。うおー、払いたい。足利義明だったら払わざるを得ない。足利義明だったら払わざるを得ないな。おー、祖母が領地を増やすか、これは。ご命令を。まあでも、なんだろう、何々が好きってプロデューサー公言しちゃうと、その邪推されたり、いやまあ、邪推されたりするから、まああんまり言わない方がいいんだろうなと思いつつも、でも人間性を知る上でいい手がかりになるから聞いちゃうんですよね、毎回。出陣する。なんかね、どの大名家が好きとか、その人の人間性が分かりやすいんで、なんかね、公言しない方がいいんだろうなと思いつつ毎回聞いてしまう。でもね、実際ね、好きで強くする人いないですよ。承知いたしました。好きで強くするような感覚の人間が、なかなかね、プロデューサー職とかになれないですよ、普通の出世の中で。よいしょ。かしこまりました。そう、小学生じゃないですし。よいしょ。まあ大概の場合は、ディレクター、まあゲームバランスを取ってるの、ゲームバランスを取ってるディレクターとかは、こんなもんかねみたいな感じで、いいんじゃないみたいな感じになるパターンだと思うんで。意外に祖豪が一つ落としましたね。キャノン調整公式大会常連プレイヤーにいらっしゃる、とんでもない性能キャラが実装された。それ、あー、なんかそういう話聞いたことある気がする。織田の包囲網が弱まってる。交渉出てた。あれいやー、早速来ました。これはね、クッとなにっこりしてもらいましょうか。ありがとう。あー、ご意見無用。あのねー作り手と、やっぱりね、作り手とプレイヤーって全く違うなとつくづく思いますよ。無理。あ、忠誠そういえば、あれ？全能力プラス2。かたじけない。ちょっと待ってね。忠誠が、あれ？新しく加わっ、
酒が切れてるか。さっき言ってましたね、そういえば。片付けない。酒飲むかっつって。3日待って、まあ、感情で足りたんでよしとしましょう。3日待って、明智光秀対武田勝頼。お、勝頼がやりやり。おお、勝頼頑張ってますね。鹿之助、これは下っていただきたい。お、受ける受ける、下っていくスタイル。鹿之助が義明に使えるとちょっと熱いですね。これは結構熱い。七難八苦、自ら七難八苦を求めていくスタイル。あ、前兵庫。お、あ、ダメか。タイミング的に、いや、全面解放ダメか。お工場まで落としたら、それで四国はストップかな。西土佐は河野に任せていいでしょう。西土佐は河野に任せよう。これにて表情を終える。ニュータイプキャラで。なるほど、マゾにされる。わからなくもない。お工場を落としたら、ここは河野に任せましょう。で、河野と同盟して、河野を膨らま、河野をちょっと膨れさせよう。で、土佐がこれもう、安全地帯になってんね。安全地帯になってる。よしよし、同盟しましょう、河野と。承知いたしました。で、織田との開戦は7ヶ月。で、毛利、大友、上杉、武田、長塚部。ちなみに、そう、勝頼が連戦連勝で、おー、まさかの、木曽福島から松倉、郡上八幡、宇保城まで来ましたね。で、正幸、駿府を囲む。けど、これは追い散らされる。武田、頑張りましたね。こんなに頑張った武田、こんなに頑張る武田は珍しい。戦意ゼロだからかな。我が野望。何人たりとも止められぬ。毛利がこうはで、お工場を落としてこうはしましょう。うちもお工場を落としてこうはで、あ、本願じゃすでに過去形。そういえば僕調略投げっぱなしだったような気がするんですけど、結局全然引っかからなかったな。さすがにノービヘイヤー宇宝城、郡上八幡までは出やすいんですよね。戦場上限が少なくて、そっからかなり辛くなるんですよね。いやー、戦場上限のシステムやっぱいいなって思う。このあの濃尾兵に入るのに宇宝城までは進めるんだけど、そっから先がね、戦場上限と城の硬さでかなり厳しいっていうところがすごいいいシステムだと思う。次回作にはぜひ活かしてほしい、講和と戦場上限は。河野たち、河野たち全然やってる。はあ、調整決ね。確かに。は、調整決、はい、あ、調整決、沈む、そう滅ぶでしたっけ。よし。マップもね、生かしてほしいですよね。もらい受け。だからね、大使はね、大使そのものを、もうちょっと面白くすればよかったのになと思うんですけど。よし、これ壊しましょう。まあここまででいいでしょう。ここまででいいでしょう。須崎は取れるけど、兵糧収入680とかだし、330915、まあいいでしょ、これいいでしょ、いいでしょ。河野が膨れればいいでしょうという感じで。
はい。うん。あ、須崎じゃなくて須崎か。須崎でいいんだ。ご命令を。さて、お工場落ちたお工場の上司をこれからお迎えに行きたいくらいなんですが、でも残り3ヶ月、河野がね、この4つ、この3つを潰せば少なくとも国力が良くなるんじゃないかな。武将が土井清義がいるじゃん。土の侍、土井清義がいるのと、忽那ナチグロン的なやつがいるんで、あと補欠さん、ウパガイさん土井さんのみか。なんか僕最近ほんと土井清義好きなんで、なんか戦国立志伝の土井清義やってもいいかなと思うんだけど、なんかいまいちテーマが思いつかないなと思ってやってないんですが。承知。はっ。かしこまりました。僕も大志めっちゃ好きっすよ。好き、好きっていう意味ではめっちゃ好きっすよ、大志。次は傭兵塾を作って、傭兵塾必要なもの、まあ何をしたかって、その大きな何か、この戦いで誰々を討ち取ったとかそういうのがある人じゃないんですけど、まあ自分の故郷を豊かにして、まあ一生懸命で守って、で部隊がめちゃくちゃ強かったっていう話で、まあ部隊がめちゃくちゃ強いっていうことはね、大事なんですよ、やっぱり。何より強かった、自分の部隊が、四国のど田舎のくせに非常に鉄砲普及率が高くて、でなんかあちこちに傭兵みたいな感じで出兵してたみたいで、中国地方でも戦ってたみたいですよ。そうですね、農業改革っていうかね、農政の人ですね。鹿之助を一旦入れるか。そう、四国で超鉄砲隊作ってたっていうのがね勇気入れやすで僕の動画になっちゃう。そうで、久竹も倒しましたね、そういえば。一旦いっか。ちょっと一回鹿之助上司なんですけど、あの長須壁が入ったら、まあ整理しましょう。長須壁が入ったら整理するんで、それまでの一時的な。かしこまりました。よいしょ。でね、あの結局その君主の西園寺が、あの秀吉政権に逆らって、まあぶっ殺されてしまってですね、そっから先は機能したっていう感じなんですが、でもまあその終わりを全うしましたよね。その農業改革した人が最終的にその君主が死んだから機能して農民になって、まあ平和に来たっていうのがね、いいと思うよ。多分ね、それこそ中でめちゃくちゃ押してる人がいたんだと思いますよ。中でめっちゃ押した人がいるんだと思う。もしくはめっちゃ押すお手紙が届いたかですね。ほら、なんだっけ、三国志14の時のインタビューで、誰だっけ、すごいなんかその推薦する手紙、これより表情を始める、それでじゃあ入れなきゃって入れたっていう話があって、そうバリューなんかね、ものすごい熱烈なバリューファンがすごい大量のお手紙を送りつけてきたっていう。でもね、もちろんね、ちゃんとした丁寧なやつですよ。これこういう理由で ぜひ入れるべきだ、ぜひ入れてくださいみたいな。ゲチよ、ダメですよ。あの手紙送ったら入れてくれるんだと思って、なんか適当に送っちゃう。はっ、かしこまった。いや、やっぱね、熱量には応えたくなるもんなんだろうなと思います。正しい熱量であれば、まあ怪文書じゃなくて、ちゃんと正しいやつで、正しい熱量の伝え方っすよ。そこをね、間違えるとね、あかんっすよ。そこを間違えると本当あかん。
で、僕これ今は白地城の同盟切れ待ち。なんかそのちゃんと論文とか研究して、ちゃんと研究して、ごめんよ、根拠のある意見であれば、根拠のある熱量のある意見であればじゃないでしょうか。かしこまりました。は。そうそう、あのね、愛のある熱量のある要望にはね応えたくなるもんですよ、やっぱり開発は。なのでね、僕ね常々ね、あの意見はあのちゃんとしたとこにちゃんとした感じで送れってたまに言ってると思うんですけど、そうなんですよ。本を止めできる、よしよし。熱量はね、ちゃんとした感じ形で届けないとね、いかんのっすよ。かしこまった。いや、ちゃんとした形、ちゃんとした形で送ればちゃんと聞いてくれるんで。よし、これでちょっとこのごちゃごちゃに巻き込まれて超スカベいけないかもしれないから、こんな感じなんで、おだおだおだ、よしよし。いや、なんかね、まあ、はい。さ、四国すべてを手に入れる。野心高いな。野心家やな。野心家。ご命令を。いや、野心家やな。支援関係、できれ。よし、我が軍略、いやこれは元近のね、懲らしめる必要がありますね。懲らしめる必要がある。助立ちいたす、手を貸しましょう。そう、まあね、公式ツイッターにね、その長いツリーつけてもね、担当がそもそも担当が違うんでね、っていうのをね前から思ってるんですよ。これはね、成敗ですね。まあ、というかね、ツイッターはやっぱツイッター担当じゃないですか、あれ別に。ツイッターは別にその開発でも開発に届ける役目でもないんで、ツイッター担当は。まあ、なんかすげえ、ソシャゲとかにすげえムカついて、公式ツイッターに文句書きたくなる気持ちはわかる。我に続け。あ、一応でもね、将軍家は、特にそんなものない。大丈夫だ、全然心象起きてない、全然心象起きてない。将軍さんのやることなの。そうすれば投与しましょう。投与して土佐に分け与えないと。破れし者は朽ちる。していただきましょう。これより表情を始める。よいしょ。いや、まあなんだろう。これにて表情を終える。いや、波状そろそろつけ、あ、いや、ポイントがあれだな。いっか。ザッション証券支援。祖豪は心中するなら心中してもらいたい。僕ね、基本的には本当は心中してもらいたいんですよ。基本的には心中してもらいたい。相手の大名から敵視されてます。サヌキを全部奪ったからかな。サヌキ全部奪ったから怒ってるのか。手段は選ばぬ、勝つためなら。さて、これは吸収しましょう。あ、超スカメついた。ここで身長が低い。これで
鹿之助一旦戻って、あ、忠誠も考えなきゃいけないんですけど、一回鹿之助は戻ってきてもらう。そうですね、ちょっとね、幕府のね、直参というわけにはいかんのですけど、わお、忠誠、承知いたしました。幕府の直参というわけにはいきませんが、まあ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 、土佐の豪族をね、土佐っぽをね、わ、あ、これは久々にあれが必要、久々にあれが必要な気配。かたじけない、かたじけない、かたじけない。でも元地は普通に青にしておきましょう。これは久々にストロングゼロを決めましょう。手段は選ばぬ、勝つためならな。それでもマック、それでもそれでもだな。青くなるやつらだけ青くするか。ビッグマグナグム、黒岩先生、桑名、豊永、福留かな、福留、久武、あー久武、キラ福留、あれ大熊、あれ大熊朝日で、大熊朝日でなんか回ってき、流れてきましたね、大熊が。片付けない、わけわからない。で、お工場が長宗我部、高宗城が高宗我部、高宗城、高宗我部で、元山城は、まあここは長宗我部の流れで、信近にでも、よし。で、白地城に、あ、白地城信近が良かったな、まあいいや。あとは水心ちゃんかな、あ、親吉、まあ近吉なんですけど、近吉、江村、あ、ダブル江村、ダブル江村システム、桑名、白地城、天城城、白地城、天城城、あ、でも、あ、秋城落とす、これから落とすことになるからいっか。白地城に、じゃあ水心ちゃんを、水心ちゃん、承知いたしました。エムラはね、どっかに並べたくなるんですよね。二人とも寿命がなんだっけ、あれ何変、あれなんかつい最近使ったような気がするんだけど、ダブルエムラ、エムラ、エムラ、寿命が近くて、あの二人まとめて死んじゃうんですけど、ダブルエムラシステムは。水心ちゃん、信近、元地か、細川編だっけ、あ、ゴンベイ編か、ゴンベイ編か、さたっけ、あ、知略高いな、あ、細川編の方か、高速壁、高速壁にも回避を持たせてあげましょう。回避復帰で、これで、祖豪が、宣戦布告せざるを得ないのか。まあ、宣戦布告して食っちゃいましょうか。できればね、洲本城を、祖豪のうちに取っときたかったんですけど、あれ今、戦争中だから従属してくれない可能性ないか。まあ洲本を中の町も承知、お魚を鍛えてましょう。承知いたしました。ほっ、承知いたしました。よし、いや、やっぱ信長、寝坊はね、織田信長というね、偉大なラスボスがいるのは本当いいですね。まああと、その信長以外にもいろんなラスボスがいるのが本当にいいと思う。ご命令を。よし、これで、いやー、織田家との全面対決コースになってますね、完全に。新章を上げれば従属してくれるかな、確かに。確かに。新章上げてみましょうか。
三国志もね、13の時は少なくとも炎章ラスボスっていう目があったんですけど、承知いたしました。今回の14はもうラスボス早々一択になっちゃってるのかな。国がしたらちょっとあるのかな。あ、来ちゃった。古き世にすがりつく義明、ひどい、俺の天下を受け入れず。助立ちいたす。助立ちいたす。お、勝つより。そうそうそう、秀康信康戦はね、あの徳川兄弟がほぼほぼみんな仲間になりましたしね。我が領内に向かっております。桑野に来た。おい、ちょっとこれはもうね、やれってことじゃないですか。やれってことじゃないですか。46,200、これはやれっちゅうことやな。村上どこにいる、村上どこにいる。自勢力武将、村上戻し、確か戻したっけ。高祖城か。遠いけどすぐ移動スタートして 46,000。 ちょっとね、今ね、ここ何ヶ月かで、ここ1年ぐらいでめっちゃ お米貯まったんで一戦しましょう。いや、苦島さんもいいんだけど、ここで必要なのはね、あれダメ、これ間に合ってないかも、間に合ってないかもしんないな、これ。陸戦になっ、いや、海戦になってんのかな。海戦になってればいいんですけど、40日後ね、多分開催になってるね。ここだと49日後なんで、ここでギリギリ多分いけるんちゃうかな。よし、いや41で。元地から来てませんが、義明自身行きましょう。兵力が足りん、開戦する兵力が足りない。マックスで35,000、マックスで35,000か。35,000対46,000、やりてえな。いやー、でもね、蘇郷梁を通ってもこの山の中を通ってね、早く着くとは思えないんで、やりたいけどちょっと我慢かな。ああ、国衆で3割か。そうか、まあ確かに国衆が3割、国衆3割あるんで、やりましょう。3割国衆つけて、よし、全力じゃ、うちの全力を見せてやりましょう。35,000、水心ちゃん、来島、柳沢元政確かに海に来てくれる、国衆が海に来てくれる。浮田忠家、水心ちゃん、岡山の兵、岡山の兵ね。ああ、いや、これが限界かな。水心ちゃん確かにね、42で推薦ができるかどうかわからないけど、やってみるか。42で元、やっぱり来ましょう。長塚部、元地か、村上じゃなくて高祖壁、大将は高祖壁で、大将高祖壁で、来島、小西行長、議連は気が、またいずれやります、またいずれやりますが、ちょっといつやるかとかは明確に言えないな。推薦にしと、いや、ここは村上出ましょう、ここは村上にしよう。よし、38,000、42日、進め。
宇野がこれより表情を始める。御仏の加護、蝶塚部置き手紙欲しいですね。御仏の加護、あ、対面200溜まってるね。これやるか、これにて表情を終える。200溜まってるんだったらやるか。蝶塚部置き手紙、あーいけるか。いや、蝶塚部置き手紙すごいねこれ。本当、鉄砲攻撃力と騎馬攻撃力上昇、軍事提案力上昇。そうそう、国衆国衆、ダメダメダメ、あれなんだ、合唱すると国衆ができなくなるんで、優先順位は国衆で、ごめんなさい、優先順位は国衆で。下地を国衆、手段は選ばぬ、勝つためならな。いきまーしょっけ、いきましょっけ。かしこまった、やるか、いきましょ。ん、近頃何かと物入り、いいよ。どうだこれ、どうだ、お、どうやら推薦ですね。石間の戦い、すごい陸かと思った、一瞬陸かと思いました。さあ来たこのとこに陸が隠れたいな、これ隠れたいな。あ、ここがラインか、ここがラインか。上陸したいですね、ロケーションいいですね。近くに島があるの熱いっすね。路線は村上と来島でしょう。村上来島を路線に、あ、宝禄玉に、路線じゃない、宝禄玉に、宝禄船団で、特に罠とか何も作れないんで、いやー島でゲリラ戦やりたくなりますね。でそれ一発のみで、まず迎え撃つ、こいつがどこに行くかにもよりますよね。前衛を引き剥がす手段は足利義明と浮田忠家の魚で、魚でで引き剥がして中央突破をかけられればいいんですけど、我に続け。さあまず宝禄部隊をちょっと待機で、しばらく浅瀬、浅瀬、浅瀬、しばらくお見合いでいいよ。覚悟は良いか、しばらくお見合いで。あ、敵のスペック見てなかった。さっきチラッと見た時はクソ高かったイメージ。大谷義嗣、堀直政、イケメンダブルイケメンシステム、福島、あ、おいおい、クキが来てますね。向こうも、あれ、向こうクキが来てるっていうことはもしかするとあれするかもよ。おだけはおだけであれをやるかも。いやちょっとこれは期待ですね。クキがいるってことはね、多分やると思うんだよね。敵の居所知れましたな。はい、アイアンバトルシップ、鉄鋼戦を。大将も来てる。ゲチを始めよう。まずまずゲージ貯めましょう。ゲージを貯める。来なくていいよ。来なくていいよ。
お互い鉄砲隊なしですね。いや、鉄砲玉対宝禄ヒア、ホリキュークソデカですね。クソデカホリキュー玉、ゲージ溜まった。やれた、やれた。将軍様と浮田を使いたい。手を打ちましょう。ちょっと位置交代。覚悟せよ。まだ動くなよ。よし。で、手を打ちましょう。じわり前列前進。覚悟せよ。前列前進。覚悟してもらおう。敵の居所知れましたな。あれね。いや、見えたぞ。始めよう。デツ。しかこうだ。始めるぞ。また変更。戦列変更。まず魚で魚でこの2体呼ぶ、引き剥がす、空いたところを魚で引き寄せる、ドッカンドッカン、勝った。よし、行きましょう。練り上げし我が部、徳富を浮田忠義が連れていく。始めるぞ。覚悟せよ。手を打ちましょう。で、小西と柳沢前進。道を開けろ。覚悟は良いか。敵の居所知れましたな。スピードそう。敵の居所知れましたな。最後はね、壊滅すると思うんだけど、壊滅もやむを得なし。覚悟しろ。やりたい。見えた。前へ。呼ぶ。で、小西がネネを止める。長宗我部がミキを、ミツキか、これミツキを止める。やりたい、前へ。あ、一斉突撃始まりましたね。間を詰める。ゲチ、覚悟せよ。手を打ちましょう。うわぁ鉄鋼砕砲撃始まった。始まってしまった。海の木造されてしまう。海の木造されてしまう。ゲチ、始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。鉄鋼線砲撃が始まってしまう。手を打ちましょう。にゃはは。勝てるとでも思ったか。よし、止めた。この首、この手でいただくとしよう。こっちはこっちで。時短、時短装填。時短装填。だが、こっちも。やりたい。こっちはこっちでこうじゃ。覚悟しろ。ゲチ、始めるぞ。カーキ、ねねめ、ねね邪魔すんな。ゲチ、始めるぞ。まだまだまだ。前へ出て。大頭痛判定。逃げてやがんな。ねねが邪魔ですね、これ。ねねが邪魔。哀れな弱き者に。なんとか孤立させ、なんとか孤立させよう。覚悟は良いか。なんとか孤立させる。ご命令、ご命令を。覚悟せよ。早い。ご命令を。始めるぞ。これではねねだけが来ちゃう。前へ。やりたい。前へ。すごい。元地下隊が、元地下隊が落ちる。覚悟は良いか。始めるぞ。やりたい。前へ。よし、来た。ここでいける。ここでいきましょう。ゲチを始めるぞ。今宝禄ヒアを、宝禄ダモン支度ができております。投入じゃ。バカな、ありえん。あ、浮田隊が消滅した。で、逃がさない。覚悟してもらおう。やりたい、前へ。一発しか入ってないこれ。やっぱり、やっぱりねねに引っかかっちゃったか。手を打ちましょう。
し。哀れな弱き者に死をもって抜く。いやー、鉄鋼戦部隊に前衛が壊滅しましたね。やりたい前、今は引こう。やりたい前へ。まあしかし大将は、取った。始めるぞ。今は引こう。前線壊滅。やりたい前へ。いやー、鉄鋼戦に前線が蹂躙されましたね。深くを取ったか。しかし戦いには勝つ。切り込め。勝たねば生きる道はなし。一応向こうの方が被害でかい。それが乱世。22,000。まあ減りましたね。凱旋ね、たまにやるとくてクソ楽しいですね。もう叩き切りたいんですけど、まあこんなところ切ったってしょうがないんで。あ、でも戦始まったばかりだから切るか。戦始まったばかりなんで切りましょう。回避が一人混じってるんで、仏の堀尾ちゃんを切っちゃいましょう。仏にしちゃいましょう。深く。戦は始まったばかりなんで仏になってもらいました。いやー、これで再編成して洲本ですね。さすがにこのまま手取り城に行くのは、行きます、行っていけなくはないか。いやでも維持してもしょうがないんで手取り城、ここは洲本かな。上限8500で、長須壁隊も壊滅してしまったんで一回出直すか。ヘスもバタバタなんで。よし、じゃあまあ今日は霧のいいとこでここまでにしましょうか。石間のね、大回戦を制してこっから反撃といきたいところ。もう織田家とは正面切ってやり合う力ができたんで、正面切ってやり合いましょう。で、目標は上洛25御所まで頑張っていきましょう。それでは皆さん、長らくのご視聴ありがとうございました。この後は三国志14パワープロとはしごしていきますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いします。で、それでは一旦放送を閉じます。皆さんお疲れ様でした。